今日も何かを作っていきたいなと思います。ご用意したのがこの4種類の布です。すごいビビッドな布だと思うんですけども、これでこの間セリアさんで買ったこのワイヤー口金を使ってワイヤーポーチを作っていきたいなと思います。裏布は福袋で買ったこの地味な布にしたいなと思います。そしてファスナーですけれども、最近ファスナーもいろいろ売っていて、こんなファスナーがありました。なんかこういうスライダーもこんな感じでついてるので、両方に開くと便利なのでこれにしたいなと思います。ではこの4色でつないでいこうかなって思います。大きさは14cm×10cm の長方形に切りたいなと思います。生地合わせをちょっと迷ってたんですけども、このいちごちゃんと赤かぶ、それとこのグリーンサラダみたいな生地、もう食べ物で合わせようかなと思ってね、このオレンジの布もあるのでこう合わせてみたんですけども、ちょっときついなと思うのと合わないし、でこのビーンズの布もあったんでこの緑に差し替えよう思ったけども、うん、ちょっとぐちゃぐちゃしすぎるなって思いました。そしてこの赤かぶの色違いがあったのでこうしようかなと思ったんですけども、あ、ここですか、はい、位置は違いますけど、ちょっとなんか地味になっちゃうし、でこんな葉っぱみたいな生地こうして合わせて、うん、やっぱりちょっと地味だなぁ思って、やっぱりこのドットがねまとめ役をしてくれるなぁと思ったので、このニュアンスは違うんですけども、食べ物でこれだけ違うんですけども、どうしてもこれは外せないなぁと思うので、この生地でやっていこうかなと思います。切れたのでつないでいこうかなと思います。今回はミシンでやっていきます。アイロンかけます。ミシンで縫ったので、ここは風車に倒さずに片方に倒して、こちらはこっちとこっちに倒れてます。キルト芯を合わせて一回り大きく切ります。ではもう一枚切ってから、この上をミシンでキルティングしていこうかなと思います。ミシン押さえをキルティング用に変えます。そしたらこの押さえ金を下ろします。では裏地はつけずにキルト芯だけを合わせて、中心からミシンでキルティングしていきます。ではこんな風にしてキルティングできました。結構細かくしたので、接着芯貼らないからこれが接着芯代わりになるかなって思います。ではこれを 28cm×20cm に成形していきたいなと思います。2枚成形できました。では裏布を切っていきます。では裏布も同じように 28cm×20cm に成形しました。
ではファスナーをつけていきたいなと思います。ファスナーこんな感じで留め具を後からつけるタイプの新型のファスナーです。これいい感じの長さなのでこれを使っていきます。はい、ではこのファスナーの先に飾り布を作りたいなと思います。こんな円形ので、先ほど使わなかったこの生地とこの生地で作りたいなと思います。裏側は見えないのでこの裏布を使います。で、5センチの円で作りたいなと思います。1センチの縫い代をつけて裏2枚表1枚ずつ切っていきます。はい、では円が切れたので縫っていきたいなと思います。キルト芯も端切りで5センチに切りました。2枚ご用意しました。では5センチの円、1センチ縫い代をつけているのでその中心ぐらいを虫縫いしていきます。では一周縫えたのでこの厚紙の円を中に入れます。糸を引っ張って返し縫いします。アイロンをかけるか指アイロンで周りを押さえます。そしたら円の厚紙を抜き取ります。こんな感じであと3枚作っていきます。はい、では4つできました。それとキルト芯が 4.5 センチまでちっちゃくしました。これをどうするかというとファスナーの先に取り付けたいなと思うんですけれども、こうして置いて裏向けてキルト芯を挟んで裏布を挟んで周囲を貼っていきたいなと思います。こんな感じで留めたのでぐるっと縫いたいなと思います。キルト糸で縫います。ではファスナーが挟まってるこの部分は特に丈夫にしたいので何回か返し縫いをして縫っていきたいなと思います。こんな感じで可愛く丸くなりました。もう片方もやっていこうかなと思います。ではこんな感じで両方つきました。ではファスナーをつけていきたいなと思います。ファスナーの中心に印をつけました。開いて裏向けにして中心を合わせます。ではクリップで留めていきます。ではファスナー両サイド布端から2センチのところで縫い止まります。右の端も2センチのところで縫い止まります。ではこの縫い止まりから縫い止まりまで3ミリの幅でミシンをかけます。では3ミリの幅でここ縫えたのでこの上に裏布を重ねていきます。裏布を重ねて次は5ミリの幅で縫います。はい、縫えました。では間から裏地を引き抜いてこういう風にして置きます。ファスナーが表向きになるように置いて同じようにこちら側もつけていきたいなと思います。この端に線を引っ張っておきます。こちらもここですね。はい、そしたらもう一度ファスナーを開けてもう一枚のこのトップの生地を中表に合わせます。中心と中心を合わせてクリップで留めます。端は先ほど書いたこの線に合わせます。
右端もこの線に合わせておいて、では端から2センチのところまでを縫います。では3ミリの縫い代でここを縫っていきます。はい、3ミリで縫いました。では裏布を用意してこの後ろ側に置いて、今度はここ5ミリの幅で縫っていきます。では縫えましたのでひっくり返してみます。こんな感じになりました。ファスナーとこの表のところのここにステッチをかけます。では次に表と表、裏地と裏地合わせます。ではどちらか片方に3センチの開け口を作ります。表側の縫い線から3センチ下からこのぐるーっと一周ここまで縫います。裏地はここからぐるーっと一周縫います。周囲を縫ったんですけれども、ちょっと注意点ですね。ここ開け口、こういう風にしてここが開いてるので1センチ縫います。ここ1センチ縫って、これが2センチ開けて、こっからここまで縫いました。そしてここ両端内側へ折り返してからここまで縫いました。それで1センチの縫い代でここを縫いました。全部縫い代は1センチです。で裏布の方はちょっとしばくちゃですけれども、ここ返し口開けました。ここからこう縫って、ここからこういう風にして縫いました。ここが開いてるので内側へ折り返してから縫いたかったんですけれども、ちょっとファスナーが邪魔なので縫い切れてないんですけれども、こんな感じで。ではマチを作りたいと思います。では周囲を1センチの縫い代に切り落として縫い代を割っていきます。そしたらこの中心から5センチ、5センチ、合計10センチのマチを作りたいなと思います。線を引っ張って、ではこの四隅を縫っていきたいなと思います。縫えたので四隅を切っていきます。ではひっくり返してみます。次に返し口を閉じます。閉じました。では中に入れ込んでアイロンで整えていきます。では金具を入れるところにミシンをかけたいなと思います。裏地にはステッチがかかってないので上がってくるのでクリップで留めておきます。そしてこの縫い代、ファスナーと布の縫い代から 1.5 センチ下がったところに表と裏に線を引きました。ここをミシンかけていきます。はい、ステッチがかかりました。クリップを取って、ではいよいよ金具を通していきます。こんな感じで完成しました。久しぶりに作って試作みたいなもんだったんですけれども、いろいろ改良点はありますけれども、可愛くできたかなと思います。こう両部焼きのファスナーでパカッと開くし、この金具は100均で売ってたから作ってみたんですけども、すごい可愛いですよね、やっぱり。
たくさん入るし、中に内ポケットをつけてもよかったかなと思います。まあ内ポケットはね、後付けでもつけれるの でこうしてね、このファスナーがね、ちょっと付録についてるファスナーなので使ってみたんですけども、あまり良くないですね。やっぱりね、ちゃんとしたファスナーのこの両開きがあれば便利です。こんな感じでお手手みたいで可愛いですね。それで反省点第2ですね、待ちでここ取られるっていうこと、少し考えればわかるのに、待ちで捉えて、このいちごちゃんの柄、本当はここに来るはずだったんですけれども、ここに来てしまいました。これが反省点です。で、布をこうテレコにして、ここいちごにすればよかったなって。これ株の布がここ同じのが来てるから、あ、ちゃんと考えればよかったなと思いますが、まあ一番最初の作品はこんな感じだと思います。2回目からね、ちゃんとこう反省点を生かして作っていきたいなと思います。またね、これ100均で買ってきて同じようなの作りたいなと思います。反省点いっぱいあります。ここちゃんと合ってないなっていうところとかありますけれども、まあざっくりと作ってみてこんな感じでできました。次回にまた生かしたいなと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。